どうもなおちんです。本日もモンハンストーリーズ2やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今ねレベルが51になってます。まあ全クリして少し進んできました。そしたらねイベルカーナが出てきたのよ。あいつがもう鬼畜のように強いので今日はなんとか倒していきたいと思います。早速行きましょう。ちなみにこのイベルカーナは倒し方知らないと絶対倒せない、 100% 倒せないやつになってます。俺も今結構試しながらやってるけども、なかなか難しいね。難しい。じゃあ行きましょうか。まずはスピードで行きます。でね頭が打撃で体が、斬撃で尻尾が、突抜きのみでダメージを与えることができます。はい、あー危ない危ない危ない。まずは武器をね変えとかんとね。ああ体験持ってくればよかったな。いいか体験じゃなしに片手剣で大丈夫だろう。よし行くぞ。まずはスピードでどう攻撃。じゃあ、OK。この HP1 に残るっていうのは、これ辺はもう、こういう戦い方です。こうじゃないと、どうもできない。はい、次もスピード。あ、いや、イニシエとか使わなくていいよ。おぉ、リベルトさん、攻撃して。俺のことはいいから、攻撃をしてください。次がテクニックいくぞ。行動パターンがね決まってるので、その行動パターンに従ってしっかりとやっていけばまあ勝てるみたいな感じだね。で次がガード、あうんガードだね。ガードします。オーバーフリーズ。あー耐えれんか。あー失敗した失敗した。オッケーオッケーオッケー大丈夫大丈夫。で次、オーバーフリーズの次はスピードで来るからテクニックを駆使していく。がよし、まあ、1回やられちゃったけども大丈夫ね。はい次は何でくる。行動パターンをしっかり読んでいこう。むむで次がいやガードしたところで絶対死ぬもんな。絶対死ぬのよね。ならば勘でスピードいきます。おお正解、スピード正解だね。この後は敵はスピードスピードで攻撃してくるんで合わせていきます。テクニックこれ自分の攻撃力がね低すぎるとどうしようもないと思うんだけど、もう少し武器のレベル上げてきた方が良かったかな。どうだろう、これ5、6回戦ってるんで、もう一回テクニックだな。次こそは勝ちたいんだ。はい次は何してくる。こうなった場合はまたパワーだな。パワーなんでスピードで止めます。 OK 正解。でこうなってで次敵がスピードスピードなんでテクニックを2回
いいね、ここ。ほんとギリギリの戦いだ。さっきみたいにね、若干失敗しちゃったら、もう終わりだからね。よし。どんどんダメージ与えて。来た。次が、氷まといが来るかな。おそらく氷まといが来そうな気がするんだよね。もしくはテイルスティング、テイルスティングはこうか。 OK。 んじゃあもう行きましょう。お、氷まとい正解。よし、とりあえず困ったね。あ、勝った勝った。お疲れ。攻撃力俺めちゃくちゃ上げたからか。勝った。いやーよかった。経験値1万2000。まあ、ぼちぼち。かな？よーし。これ何回か戦えるのかな？こいつのちょっと装備欲しいな。はい、ということで、倒すことができました。結構早かったね。まさかこんなに早く倒せるとは思いませんでした。またやっていくのでね、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。